want to change, we want to renovate the public toilets into the clean and the safe, and then everyone wants to use. And another reason why we started is to show the power of design. Through this project, we want to change the mindset of the public toilets and the mindset of the how we see the society. The public toilets in Shibuya should be the toilets which everyone can use. People can enjoy the design itself because there are so many creators who join this project. And also you can enjoy the newest toilet facilities. I think the toilets is a topic which no one wants to speak up about, right? I think it's kind of a taboo topic. But in Japan, as you may know, there's a song that got in toilets. Japanese try to show the hospitality through the toilets. After we developed the whole toilets, our main focus is on the maintenance. And we want to involve the people, local people in Shibuya, to maintain these toilets clean and safe together. I hope the Tokyo Toilet is kind of the representative for future Tokyo. Shibuya 区全体でもありますけれども、ダイバーシティということは非常に大事にしている文化がございますので、まあ町自体としてもここのエリア、特にですね、宮下パークのエリアに関しても多様性に富んだそういったものをまた受け入れられる文化というのがあるというふうに思っております。まあ、渋谷の文化自体はですね、昔からその若者を中心に、新しくこう情報発信だとかポップカルチャーとか、いろんなものがですねあったんですけれども、今は非常に駅前が再開発なんかも進んでますし、あともともとその渋谷で遊んでいた方のですねカムバック層なんかもいらっしゃいますので、必ずしも若い人だけではなくてですね、多様な方が渋谷の街でにいらっしゃって楽しんでいるというようなことでは考えております。宮下パークはやっぱり渋谷自体がですね、もともとインバウンドの方、海外の方には非常に人気があるエリアだと認識しておりますので、やはりそういった方もですね、宮下パークに来ていただいて、一つはエリアの中でなかなか公園でくつろぐようなことというのはないと思うんですけれども、ここはですね、公園、芝生広場含めたですね、憩いの場となっておりますし、商業施設の中もですね、通路を広げるとかですね、あとはファニチャーとしてこう椅子とかをいろいろ配置しておりますので、皆さん来ていただいた方がですね、自由に自分たちの思い思いに過ごしていただきながら休憩していただいて、施設全体でのなかなかの、なんでしょうね、街歩きといいますか、公園散策みたいなものを楽しんでいただければなというふうに思っております。ウォーターズ竹芝のある竹芝エリアは、もともと東京湾埋め立て事業で誕生した場所なんですけれども、小笠原諸島や伊豆諸島の玄関口となっている、竹芝客船ターミナルがあったり、東京モノレール浜松町があることから、羽田空港にも近いというですね、高アクセスの立地あります。で、さらに浜離宮恩賜庭園と旧芝離宮恩賜庭園というですね、自然あふれるロケーションが近い、ウォーターズ竹芝は、水辺活用や文化芸術をキーワードに次の豊かさを生み出す街をビジョンに掲げております。このビジョンの実現のために水辺のワークライフスタイルや文化芸術が提案できる街づくりを目指しておりまして、具体的には、国内最大級の、式劇場の整備や広場テラスなどのオープンスペース、それから、船着き場と、干潟などの有効活用を進めております。不定期なんですけれども羽田空港と竹芝を結ぶですね、羽田空港アクセス線というものも運行しておりまして、こちらを利用してですね、海外のお客様などにも、ぜひ利用していただければというふうに考えております。